今回99例目から114例目ということで、計16名の感染の確認ということで、あります。お手元の表になっている方をご覧いただければというふうに思います。それではですね、ある程度こう分けて説明をさせていただければと思います。99例目と100例目については、これまでの聞き取りにおいて、市の外あるいは県の外にですね、出ていらっしゃらないということで、感染の、経路としては、現時点で、推定される状況はですね、ありませんので調査中ということで、なっております。それから101例目と102例目につきましては、これまでに情報提供させていただきました90例目の方の濃厚接触者、同居以外の方ということで、検査の方が行われて陽性が判明したものになります。101例目と102例目になります。それから一つ飛んでですね、104例目、ちょっと順番がですね、入り組んでいて申し訳ありませんけど、104例目の方は92例目の方の、濃厚接触者ということで検査が行われております。続きまして、少し人数が多くなっている区分がありまして、103例目、本文の方にですね、93例目の濃厚接触者というふうに書いてありますけども、103例目、105、106、107、108、裏に行きまして109、110、111ということで、合計8人の方が、いずれもですね、93例目の方の、濃厚接触者という状況の中で検査が行われております。それぞれの方はですね、具体的な症状が見られる方と、それからこれまでの間特段この新型コロナウイルス感染に伴う症状がありませんので、無症状病原体保有者と区分される方もいらっしゃいます。93例目の方の濃厚接触者として検査が行われた方々になります。ひとまずですね、この表をさらに続けて説明をさせていただきたいと思います。112例目の方になりますけども、県外への往来ということで、首都圏ということで、ありますけども、首都圏への、往来があった方ということですけども、具体的なところはさらに調査を続けているところになります。続きまして113例目と114例目の方については、過日県の方から発表がありました396例目の方関係になりまして、113例目の方はですね、396例目の方との接触という位置づけで検査が行われたとお聞きをしております。114例目の方は同じ方なんですけども、濃厚接触という位置づけで検査が行われたということで、お聞きをしてございます。今回16人ということでありますけども、多くの方々がこれまでの感染者の濃厚接触者あるいは接触者ということで、検査が行われ、また首都圏との往来があった方ということで、ありますので、全体的には最初の、お二人について、現時点では感染経路が、推定、できない状況だというふうに、ご理解をいただければというふうに思います。この、114例 の, 方々いずれもですね、今回この中に中等症や重症の方がいらっしゃいませんので、長野市の現時点のですね、入院または入院調整をしている
方が合計これで49人となりまして、中等症で、まあ、酸素投与を受けている方がですね、まあ、これまでお話ししている通り、3人ということで、まあ、その中等症の人数には変化がありません。まあ、感染者自体はですね、数が今回も多いわけですけども、個々の感染者の方の症状から見ればですね、軽症または無症状の方が多くなっているという状況になります。表の方にもう一回戻っていただいてですね、追加の情報提供をさせていただきたいと思います。この93例目の方の濃厚接触者が8人、まあ、今回陽性となりましたけども、8人はですね、いずれも同一の、飲食店の関係者となります。同一の飲食店の関係者となります。関係者と申し上げているのは前回のですね、集団発生がありましたお店と同様に、その関係の状況についてはそれぞれの方違うということがありますので、まあ、純粋に従業員と、まあ、呼べる方もいらっしゃいますけども、そうじゃない方もいらっしゃるということで、合わせて関係者というふうにご理解をいただければと思います。でこの、店舗はですね、関係者が全員で9人いらっしゃいまして、そのうち今日、ここに判明いたしました8人の他にもう一人はですね、検査で陰性となってございます。でこのお店にですね、93例目の方が、まあ、利用の立場で、利用者の立場で訪れていたということで、まあ、濃厚接触者ということで検査が行われたということになります。でこの表の中で105番目の方についてご覧をいただきますと、右側に濃厚接触者が同居以外の方で、まあ、28人ということで、まあ、多くなってますけども、こちらにつきましてはこの店舗を利用したですね方々になります。ですので、まあ、全体像から申し上げると店関係者が9人、そのうち8人が陽性、1人が陰性で、この感染を有する機関として、その機関に訪れていた方が、ここにある28人とプラス93例目の方ですね、ですからまあ29人となりますけども、93例目の方は陽性が確認されておりますので、まあ、残りの利用者の方については今後ですね、まあ、検査を予定しているという状況になります。まあ、こちらの店舗につきましてはですね、今お話をした数字の通りかなり人数が多い中で、会食が行われたということでありますので、まあ、現時点ではそういったですね、いわゆる3密状態というところでの感染ではないか、感染の可能性として考えられるというふうに現状では捉えているところになります。はい、それでは説明は以上になりますので、ご質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。品川毎日新聞の奈良と申します。まず今回16人ということですが、長野市においては最多ということになりますでしょうか。はい、おっしゃる通りです。分かりました。で、続いて経路不明の人が、まあ、本日も2人、出ているかと思うんですけれども、まあ、先日が、5ですかね、ということで、その要因というのは所長どのようにお考えですか。経路不明の方についての要因ということですか。そうですね、少しずつ出始めてきているという要因、はい、そうですね、まあ、これは発生当初からですね、経路が不明な方、まあ、その後聞き取り等を行ってもですね、経路不明のままという方が
一定数いらっしゃいました。まあどこかの場面で感染が起きているということは違いがないと思いますけども、私どもがここではないかというふうにですね、ある程度こう範囲を狭めることができなかったという事例がこれまでも散見されておりますので、まあ、今回もそういったケースとですね、して考えられるかなというふうには思っておりますけども、まあ、まだ聞き取りを始めたところですので引き続き調査をしていきたいと思います。分かりました。続いて93例目の関係の方で、飲食店の関係者、店舗関係者全9人ということですが、その他の濃厚接触者、店の客、まあ、28、まあ、93例目を含めて29ということですけども、この29人は、一つのこう部屋ないしはフロアで、一緒に飲食を共にしていたということでよろしいでしょうか。実際には日数が何日かありますので、28人とこの9人が、まあ、足すと37人ですけど、同時に同じ時期に同じ場所にいたという、まあ、状況ではありませんけども。29人は一緒にいたんですか。何日間かの利用ですので、はい、人数はそれぞれ違います。なるほど。29人が1グループではないということですね。そうですね。分かりました。以上です。読売新聞の佐々木と申します。93例目の関係なんですが、まずこのお店の業態はなんかいわゆるその何ですかね、スナックであるとかキャバクラであるとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、どんな業態なのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども。はい、まあ、私どもの方ではですね、今回これまでの調査の中では濃厚接触者を特定されておりますので、お店の名前等はですね、公表をしないという考え方でいます。そういった業態もですね、まあ、それに関連する情報になりますので、業態が何に当たるかというよりは、やはりまあ、決して広くない場所ということは申し上げていいかと思いますけども、いわゆる三密状態で人が多くて、まあ、換気もあまりされずに、その中でですね、皆さんが集まっていたといういわゆる三密状態ということは申し上げられますので、ぜひそういった観点で、この感染のリスクをですね、皆様方が受け止めていただければというふうに考えております。ちょっとこれもうち報道する都合の問題なんですけど、例えばその飲食を伴う接客を伴う飲食店か、そうでない普通の飲食店かっていうふうな言い方で言うと、どちらになりますかね。まあ、それは実際にですね、お店の業態としてもうもっぱらその接客が主目的で、まあ、やられているお店があるということは承知していますけども、まあ、あとは逆にもう全然接客を伴わないお店が片方であるわけで、そのいろんなこう中間の部分っていうのはですね、どういう表現が適切かっていうのはありますけども、まあ、今回このお店についてですね、現時点で接客を伴うお店とまでですね、皆様方に情報提供することは控えたいというふうに思っておりますので、飲食店ということでご理解いただければと思います。あと先ほど少しおっしゃられましたけれども、今回そのお店の名前の公表がないのは、これは感染経路を追い切れてるっていうからでしょうか。感染経路というか濃厚接触者が特定できているからということです。で、あともう一点、今回の93例目の関係は、これはまあ、ちょっと言葉の定義でいろいろあると思うんですけど、集団感染に当たるの集団感染の発生と言っていいのかどうか、ちょっと確認させてください。はい、一つの、まあ、施設においてですね、まあ、そこに関係している方が9人いて、利用の立場で行かれた方が1人感染しておりますので、まあ、この施設での、まあ、感染と考えていい方々が10人ということに現時点ではなりますので、まあ、私どもとしては、まあ、10人の感染が一つの場所で、まあ、時間は少し何日か分かれているところはありますけども、
少なくともスタッフも、その期間いたわけですので、まあ、これは集団感染というふうに捉えるべきものと考えています。最後に今まあ濃厚接触の方が、まあ、利用者の方が28人と、まあ、それ以外にその同居の方々もいらっしゃいますけれども、この関連 の、 その、検査結果が出る見込みというのはいつ頃になるでしょうか。そうですね、それぞれですね、まあ、接触の状況であったり、まあ、症状の有無だったりありますし、また他の、事案とのですね優先順位等もありますので、まあ、私どもとして現時点で申し上げられるのは、ちゃんとこう検査する意味がある日にちがあればですね、速やかにその日期間に検査できるように取り組んでいるところというふうにご理解いただければと思います。すみません、SBC の高野と申します。よろしくお願いします。この飲食店に関係なんですけども、これは長野市内ということでよろしいですか。長野市内ということです。わかりました。で、利用の日にちとかっていうのは、いつからいつまでっていうのは、どういったところになるんでしょうか。はい、まあ、それはですね、またこういったお店やまた関係する方々への特定につながりますので、このそれぞれ発症がですね、この93例目の関係ですと、11月10日とか9日とかこういった発症日になっておりますし、まあ、この今回の表でいうと108例目の方が11月5日ということがありますので、まあ、もちろんこういったですね、発症に、まあ、関係するですね、期間ということで捉えていただければと思います。具体的に何日にこういったことが行われたっていうところはですね、差し控えさせていただきたいと思います。で3密状態の中での、まあ、飲食というかそういったところだと思うんですけども、いわゆるその県がまあ言ってるそのコロナ対策をしているお店みたいなそういうところではないってことですよね。今日時点でその県のその認定とか取り組みをですねやってるとして、ポスター等を貼ってるかどうかということなんですけど、そこまで今、情報としては持ち合わせておりません。で93例目の方も、昨日時点では、感染経路不明に入っているかなと思うんですが、今回、まあ、こうやって店舗を利用して、でこの従業員の方たちが、まあ、どこで接して感染したか、どこから感染が広がったかっていう、そういった経路の特定にはつながってるんでしょうか。現時点ではこの10人、感染でいうと8人プラス1人になってますけども、いわゆる初発の方が、まあ、どういった状況かというところについては、まだ聞き取り調査等を続けているところになります。わかりました。ありがとうございます。朝日新聞の北澤と言います。よろしくお願いします。93例目の関係で、恐縮ですが、同居外で28人の接触があったというこの105番の50代女性の方というのが、まあ、28人になっているんですが、この方は、まあ、この書き方を見ると、まあ、店に常時いるような従業員あるいはこう店の責任者みたいな捉え方でよろしいんでしょうか。まあ、私どもの情報提供としてはこの方がどういうお立場かということはですね、差し控えさせていただきたいと思いますけども、まあ、この表の作りとして、その合計で8人いらっしゃいますので、まあ、同じ28人って書いて105と共通とかって、まあ、書けば正確だったかもしれませんけども、この表でここに書いてあるのはあくまでも代表して書いてあるだけでして、この方のこの、店舗における関係性を表しているものではありませんので、そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。わかりました。信濃毎日新聞の稲田真です。お願いします。今のご質問と関連するんですけれども、105例目の方の同居以外の方28人という表現のところですが、そうすると他 の、 その93例目の接触者ということで飲食店の関係者という
挙げられている方々の、同居以外の人ということで、まあ、2人とか1人とかいろいろ書いてあると思うんですが、これはその共通はしているわけではないという理解でよろしいですか。はい、おっしゃる通りです。わかりました。じゃあもしかすると他の方と共通の接触のご接触の機会があった方も、ね、全部まとめて28人で表現されているということですよね。この、お店に利用の目的で行かれた方として28人というふうに読み取っていただいて、それ以外 の、 ところにある同居以外の人というのはそれとはまた違う場面での濃厚接触ということで、分けていただければと思います。そして105例目の方のところに、まあ、書いてありますのは他の方々をまとめてですね、まあ、代表して書いてあるというそういったご理解でお願いしたいと思います。先ほどこのお店の関係で、まあ、濃厚接触者の方が特定されているというお話でしたけど、まあ、裏返すとその不特定多数へ の、 その広がりというのは今のところか可能性としてはあまりないと考えられていないということでよろしいでしょうか。そうですね、この、関係者それから、まあ、利用者の利用状況等から、現時点ではこの、感染の可能性がある濃厚接触者として我々は28人と捉えております。イメージなんですけど、飲食店で濃厚接触者の方をこう全て特定するというのが、まあ、例えば日頃そのこのお店でこういらしている方々の、まあ、名前を聞き取っているとか、まあ、そういうようなことが行われてたよということなんでしょうか。はい、実際に名前をどういう形でお聞きになっているかというところまでは別として、まあ、今回こういう状況があったので利用の方にぜひ連絡を取りたいというか取らせていただきたいということでお話をしたところですね、こういう状況でこの方々ですということで、提示をしていただいておりますので、私どもとしてはこの店舗においては日頃から、その、まあ、利用者の方の、確認をですねされているということで今回特定できているというふうに捉えています。そうすると、まあ、教訓といいますかその他のところでも活かせる部分としては、まあ、3密の状態があったというのはとても残念なことだなと思うんですけれども、その濃厚接触、まあ、毎日起きてしまった時にこう追っていくため の、 対策として、まあ、今回のところからこう他の部分でも活かせるところとかあれば教えていきます。そうですね、おっしゃる通り、まあ、現時点ではこういった形でですね、店の関係者の方が比較的大人数、まあ、感染が出ておりますけれども利用の方がこういう形で特定できているということはですね、まあ、感染の広がりを抑えるという意味では非常に重要な点でありまして、まあ、今回も人数は多いですけれども私どもがこの利用されている方々に連絡を取り、まあ、検査の症状の有無、それからまあ検査のお願い、まあ、そして何といってももう分かった時点ですぐにですね他の方々との接触を絶っていただくことがお願いできますので、次への感染の拡大というのをですね防ぐという意味ではやはりこの特定できているということは非常に大きなですね取り組みだったというふうに考えております。ですのでぜひですねまあ、こういった利用者が出入りするような、まあ、場面においてはですね可能な範囲にはなると思いますけども特定して、おいていただくということは保健所としては非常にありがたいというふうに思ってございます。ありがとうございます。テレビ新州の藤原です。この飲食店関連ではないんですけれども、今回113例目114例目も県の396例目の濃厚接触者ということなんですが、この方たちはどういった場面でのその接触というのがあったんでしょうか。はい、この方々の元、まあ、最初の探知されたか感染者は県の396例目ですので、まあ、基本的にはそういった調査については県の保健所の方で、まあ、行われているということが一つありますのと、あと私の情報提供としてはですね濃厚接触の具体的な場面については
お知らせは基本的にしておりませんので、まあ、この形でご理解をいただければというふうに思います。あと昨日は感染者が増えているということで本格的な流行が来ているというようなお話だったんですけれども、連日このように多くの感染者が出ているんですが、これは第3波がと言えるのでしょうか。長野市の発生状況について、まあ、昨日もご質問いただきましたけれども、全国や長野県のようにですね、まあ、1波2波というのがかなりこう大きな波として明確になっているという状況ではありませんので、まあ、長野市として1波2波3波という捉え方はあまりしておりません。ただ結果的にはその国や県の流行状況に、まあ、ある程度呼応する形で4月5月に一つ発生が続いた時があって、それが8月9月にですね同じようにありましたので、ありましたけども、私どもとしては今回長野市においては、まあ、昨日までに1日10人超えた人がですね2回ある、まあ、昨日のお一人は届出状は他の自治体ですけども、まあ、実質長野市の方ということで、まあ、10人ですし、今回16人という形になっています。で今日 の、まあ、この方々の、大半の方々はですね、もともと濃厚接触として、こう検査等を行われた方ですので、全くこう新しい感染ではないんですけども、やはり絶対数として、まあ、このように、過去にですね4月以降あまりこう経験したことのない発生が、まあ、10人10人16人とこう続いてきていますので、私どもとしては少なくとも今長野市においては、まあ、この感染という意味では、大きな流行がですね起きているというふうに捉えながら、しっかり、この方々への対応やですね接触者への対応を続けているところであります。ただ、まあ、片方で最初に申し上げた通り、まあ、感染者の方はこう増えていますけども、中等症や重症の方についてはですね大きな変化が、なく、まあ、今回も無症状の方もですね見つかっておりますので、その感染の数としては、かなりこう増えてるなっていうところで危機感を持ってますけども、その健康へのリスクという意味で、まあ、重症度という観点から見ればですね中等症が3人という状況でありますので、その感染と重症度っていうのは少しこう乖離が今見られているなっていうところはですねありますので、まあ、そのあたりをまたまずは我々としては感染を抑えていかなければいけない立場ですけども、まあ、重症度という意味でこの疾患をどう捉えるかというのもですね合わせて考えていく必要があるとは思っております。はい、ありがとうございました。NHK の牧野と申します。よろしくお願いいたします。情報の確認で恐縮なんですけれども、93例目の方がお客さんで、そのお店の関係者の方が今回、8人出てきたということだったかと思うんですけど、従業員とはなかなか言えないということだったと思うんですけど、いわゆるその従業員だったりとかっていうので、そのお店で働いていらっしゃる方が今回8人いらっしゃったという認識でいいんですか。まあ、前の、店名公表したケースと同じですけども、働いているとい こう状況もですね、まあ、個人によっても様々ですので、まあ、私どもとしてはぜひ皆さんにこう店舗の関係者という言い方でお伝えいただければというふうに思いますけども、まあ、関係者ということでかえって分かりにくくなるというようなことであれば、従業員などとかですね従業員等という形で書いていただくのが私としてはよろしいのではないかというふうに思っております。あとは、今回その濃厚接触者の方、お店の利用客の方ですかね、全員特定できているということなんですけど、これは端的にお客さんの名簿を作ってたということになるんですかね。その名簿っていうものがそもそもじゃあどういうものかっていうんで、なんか紙に書いて一覧表になっているかどうかっていう、まあ、そこまで名簿っていうとおそらくイメージするかと思いますけども、まあそういった具体的なところというよりは、利用される方の、まあ少なくとも連絡先というかですね、そういったところをちゃんと
情報として得ていたということで捉えています。それはあれですね、その前回あの店名公表されたところっていうのは、そのやっぱり不特定多数の方の接触が、まあ、あの可能性があって、なかなかそういった方が捕捉できてないっていうところがあって、その、店名公表してその相談を呼びかけたと思うんですけど、じゃ今回そのお店の方で取っていたその、まあ、リストじゃないまでも、そのお客さん の, その情報の把握っていうのは、あの保健所の方でも相当程度正確というか、あのちゃんとあの当該期間の間にあのお客さんをしっかりと捕捉できているということっていうのを店名公表しないということでのご判断でよかったんですかね。はい、あの私どももこの店舗がまあ関係しているという状況が分かった段階で、まあ、そういったあの利用の方の状況はどういうふうに把握をされているかというのを確認して、まあ、今回こういう方々ですというふうに出していただいております。ですので我々としてはですね、現時点でお店としてあの利用されている方を把握されているというあの前提のもとで、まあ、こういう取り扱いをしているところです。そうする、まあ、あの仮定の話で恐縮なんですけど、そのもし今後そのこの28人の方以外の方でその、まあいつ頃とはおっしゃられはしないとは思うんですけど、その新たにその28人29人の方以外の方でそのお店を利用したっていうので感染が確認されるようなケースがその出てきた場合っていうのは、その改めてそのお店の名前を公表してあの接触者の特定をしなきゃいけないこともありえるのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。そうですね、あの今回のこの店舗のがそれに該当するという意味ではなくて一般論ですけども、あのこれは店舗であってもあの個人のケースでもそうなんですけども、あの私は特定濃厚接触者として、まあ、こういう方々ですってある程度こう決めた後にもですね、実は私接触してましたみたいな形で追加の情報があってですね、あのまあご本人にも確認をして、あそういえばそういう濃厚接触もありましたということですね、後から追加されるケースはあのもちろん個人でもいろんなこう施設でもあります。ですのであの私もこの28人がですね、まあ、これで全く終わりかどうかというところはですね、これはあのお店の情報をですね信頼してないという意味ではありませんけども、あの情報というのはそういうことがよく起きるということはあの想定しておりますので、そういった状況の中でまたその時 の, 状, あの、状況を踏まえてですね、適切に対応していきたいと思っています。あ、ごめんなさい、長くなって恐縮なんですけど、そのおそらくお店の関係者の方で、これだけ従業員の方にこう感染が広がってて、まあ、その上で、お客さんでも濃厚接触者と考えられる人が29人いるっていうのは、そのお店の感染対策っていうのはどうなってたのかなっていうのが疑問なんですけど、そのあたりはいかがですか。あのこれまでお聞きしている中では、あの体温の測定とか手指消毒とかですね、そういったことは、まあ、日頃は、行われていたようなんですけども、まあ、これ実はある程度その3密になる状態がですね、特別にあったということだというふうに理解をしておりますので、あのこれだけの方々がですね決して広くない場所にいらっしゃったということでありますので、まあ、普段のおそらく感染対策とはまた別な状況があったのではないかというふうには推測しています。通常通りその営業中とかもその従業員の方が例えばそのマスクをお客さんと接するときはマスクされてたりとかっていうのは通常あったけれども、そのっていうことですかね。あのそういうことはですね、まあ、今回も行われていたかと思いますけども、やはりあの一番大きい理由はそのこれだけの数がですね、まあ、狭い場所にこう集まったという、まあ、その1回ではないというふうに申し上げましたけども、あの決してずっと何日も渡ってという意味ではなくて、まあ、何回かという程度ですので、やはりあの今回、私どもはぜひあのこういう、業界の皆さんにもお願いしたいことはですね、やはりあの狭い部屋の場所にですね大人数の方が入る、まあ、それは関係者なのか利用者なのかともかくとしてですね、まあ、それが結果的に3密になるわけで、やはり3密になるようなことはくれぐれもあの避けていただきたいというのがですね、まあ、現時点で申し上げられる教訓ではないかというふうに思っています。ありがとうございます。
信濃毎日新聞の奈良と申します。93例目の関連で2、3お伺いしたいとかと思うんですが、いつからいつの間の期間かというのは言えないという話はあったかと思うんですけれども、まあ、発症前2週間ということを考えると、まあ、少し広くとって10月の中旬から今月の上旬ぐらいまでの間に店を訪れていったというふうに考えてよろしいものなんでしょうか。それはあれですか、そういう範囲で濃厚接触者を取るべきではないかという意味ですか。今回の濃厚接触者の方というのがその10月中旬から11月の上旬ぐらいの間に訪れた人っていうことなのか。まあそうですね、この9人の方についてはですね、まあ、店の関係者ということですけど、まあ、利用者も28人いらっしゃいますけども、まあ、ある数日にですね、集中してこういった大人数の会食の機会があったということでご理解をいただければと思います。分かりました。大人数ということはなんですが、28人の方の中で1人で訪れたっていうよりは、いくつかのグループが、まあ、複数人で訪れていたということでよろしいでしょうか。すみません、複数というか何日かにわたって、まあ、それぞれ何人のお客さん何人のお客さんというそういう形になります。で合計が28人ということです。分かりました。ですね、先日のお店の名前公表した時にですね、そのケースではその出入りの業者の方たち含めて、まあ、保健所にこう問い合わせの連絡があったというお話あったかと思うんですけれども、まあ、今回その、全てのお客さんを確認しているという、まあ、お店側の話っていうのをこう前提に店名公表されていないということなんですけれども、出入りの業者さんだとかその関係している方っていうのは他にもいらっしゃるのかなと思う中で、それでもこう店名を公表する現時点で必要はないというふうに判断した理由を改めて教えてください。はい、私もですね、今回感染のリスクがあると考えております。この会食の機会というのがですね、限定をされておりまして、しかもそこの参加者が特定されているという状況にあります。それ以外のですね、まあ、方々の接触も含めてその濃厚接触をお聞きしている中で、まあ、結果的にこういう利用者の方28人という状況ですので、現時点では店名の公表という必要性はないというふうに考えています。お客さん28人以外で出入りの業者の方たちなどで、濃厚接触者の方は今のところはそのいないという、特定できない接触者はいないということで、今回公表はしないというふうに考えています。分かりました。で、始まりがどこからこう、ウイルスが持ち込まれたのかというのはまだ特定難しいかとは思うんですけれども、店のその関係者の方から、お客さんにということもあり得るというふうに、1人しか出てないですね、お客さんは。はい、この方々ですね、いずれもかなり発症日が近くになっておりまして、また93例目の方もですね、11月5日に発症だったというふうに思いますので、現時点ではこの、どちらからどちらへの感染というのはですね、判断するのは難しいというふうに考えています。最後です。28人の中で、症状がもうすでにこう出ている、訴えられているという方はいらっしゃいますでしょうか。今鋭意聞き取りをしておりますので、現時点で、データとして取りまとめておりませんので、またそれはですね確認したいと思います。重ねてすいません、信濃毎日新聞の稲玉です。
ほどの会食、まあ、その3密の状態で多い中での会食というのは主な理由で挙げておられたと思うんですけれども、現状今そのお客さんはお一人93例目の方で、あとは皆さんその従業員の方などっていうことで、あの他の事例などでやっぱりその事業所のその職員といいますか従業員の方が休憩中とかにその、まあ、ちょっと気が緩んだりっていうところでそのうつるというような例もあの課題として挙がってたりしたと思うんですけれども、今回の場合というのはそういうその従業員の方同士 の接触力を広がっているというよりも本当にその会食の機会の方が、まあ、あの要因として大きくあの可能性として大きいと捉えているということでいいんでしょうか。はい、あの現時点でですね、まあ、合計9人の方の今感染が確認されておりますけれども、具体的な広がりの場面についてはまだある程度こういう可能性というふうにですね特定してお話しできるあのだけの調査も進んでおりませんので、あの現時点では、まあ、それについては調査中ということでご理解いただきたいと思います。まあ、大人数での会食といったときに、まあ、あの複数人というお話先ほどあったんですけれども、例えば何でしょう、十数人とか、あるいはその10人以下ぐらいとかなのか、ちょっとイメージが湧くような、あの何でしょう、規模感というか、あのもう少し分かればありがたいなと思うんですけど。そうですね、まあ、そういう意味ではですね、あの、まあ、この方々ですね、大きく2回にわたって会食が行われたということでご理解いただければと思います。大きく2回で、まあ、合計は29人の方がっていうところでいくと、まあ、被っている方もいたりすると考えると、まあ、十数人規模ぐらいってイメージでよろしいですか。まあ、そこはあとは皆さんのご想像でお願いしたいと思います。わかりました、ありがとうございます。すいません、NHK の牧田と申します。先ほどの質問に関連して、29人の方が2回にわたって、ごめんなさい、その、29人という何か一つの大きなグループがあるというイメージではなくて、まあ、2回にわたって行われた会食の参加者数が、濃厚接触者に当たる方が28人になり、まあ、93例目を入れると29人になりますということです。2回にわたって行われた、まあ、比較的こう3密になる会食に参加した方が93例目を合わせて29人になりますということです。それは、イコールこの29人の方は、2つのグループっていうことなんですか。その内訳がどういうグループかどうかまでは私どもがあの個々には把握はしておりませんので、それが個人で参加したのか少しみんなでまとまって参加したのかというところまではあの特にあのお聞きはしていません。2回というのは別々の日だっていうおっしゃる通りですね、ことですで、やっぱ規模感というのは人数の規模感って難しいですかね。10人単位とか十数人いたとか、まあ、2回ですのであの合計29人の利用者ですので2回ですから10人以上ということになるのではないかなと思いますけど。ありがとうございます。あともしできるだけ可能な範囲でなんですけど、そのお店を利用されていた、期間はざっくりでもいいんで、それこそ11月の上旬だったとか10月の下旬だったとか、まあその期間をある程度こう示していただけるとありがたいです。はい、まあ、今日の発表もそうですし、発症日が11月5日の方とかですね、いらっしゃいますので、まあ、それから遅い方については、まあ、10日とか11日とありまして、まあ、感染の広がり方はまだ現時点では特定しているわけではありませんけども、まあ、初発の方がこの11月のですね、5日あたりということを考えると、まあ、そこから2週間という意味では、まあ幅がありすぎるのでもうちょっと具体的にというお話だったと思いますけども、まあ、比較的ですね、この新型コロナウイルス感染症は2週間とは言っても大体
まあ、4、5日というかですね、あるいは、まあ、短い人によっては数日ありますので、まあ、どうしてもということであれば、あの11月上旬という捉え方でお願いしたいと思います。その 2回っていうのも11月上旬っていうことを、11月上旬に行われた2回の会食において、参加した人合計、まあ、28人、まあ、もう一人29人ということになります。ありがとうございます。あとすみません、あの3密状態でということで、あの、まあ、十数人規模の人数でその密閉された狭い空間にということだったと思います。あのお店の感染対策はある程度されていたということだったかと思うんですけど、その換気とかっていうのはしてなかったということなんですか。まあ、あの換気扇を使ってのですね、換気、まあ、それからあの1時間おきに少し、ドアを、窓を開けていたというふうなことはされていたようです。それでもその3密状態だったということなんですか。まあ、あの結果的にはそういう割とあの人数が多く集まっていらっしゃったという、その面積の中でですね、狭い中に、はい、いらっしゃったというふうにお聞きしております。ありがとうございます。ですので、あのこのお店の感染対策としてですね、この、そこにいらっしゃった人数以外の点については、まあ、かなり徹底してやっていらっしゃったというふうに私どもは思っておりまして、まあ、関係者の健康確認であったり、体温測定であったり、手指消毒であったり、それからあの環境の消毒ですね、拭き取りであったりとかですね、まあ、そういったことはあのやってらっしゃるということでありますので、やはり、まあ、そこまでやられた中で結果的にはまあ3密という状態がですね、起きてしまったということで、まあ、今回あの大きくあの考えなければいけないものだというふうに考えています。ありがとうございます。共同通信の串部です。お願いします。93例目の関連なんですけど、このお店自体は今日から休業しているってことになるんでしょうか。今日から休業という、あの休業という扱いかどうかはあの今の時点で私があの把握してませんけども、まあ当然あの93例目の方の感染が分かって、それであの濃厚接触に当たりますよっていうふうに、まあ、連絡をさせていただいた時点で、まあ濃厚接触ですから当然他者との接触をあの極力控えてくださいというお願いをしていますので、まあ、その時点でこの店舗についてはあの営業は困難ではないかというふうに思います。あの具体的に何日からお店を閉じているっていうご質問であれば、あのすみませんが何日からというふうに今申し上げられる資料はありませんので、まあ、そういう回答になります。今日その8人の関係者から陽性になったということは分かりましたけれども、この8人が実際にその発症してから複数のお客さんに、不特定多数のお客さんに関わったことはないってことなんですか。それで関わった中で濃厚接触者としてここにあの書いたものになります。でそれぞれ のこの関係者の中はですね、その店舗以外でも他者との接触があったということですので、それぞれ同居以外の方とか同居の方で濃厚接触が、ありますけども、あの店舗においては今時点では我々がこの捉えております28人というふうに、考えています。あとその市のこれから の基準をお伺いしたいんですけど、例えば今回みたいにその集団的な感染が確認されて、で濃厚接触者も全部特定をされている場合は、今後もその集団感染の人数の多さにかかわらず会見ではそのお店を公表することはないということで合ってますでしょうか。はい、おっしゃる通りです。分かりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。